はい、どうも、マット、平八郎。何？五対一、あ、見りゃわかんだろ。負けたんだよ。え、もう店じまいだよ、店じまい。え、うち終わってんだよ、もうとっくに。もう毎回。何々対1で、ライオンズの負け。何々対0で、ライオンズの負け。何々対1で、ライオンズの負け。何々対0で、ライオンズの負け。もうこんなんばっかだ。1か0。こんなんばっかだ。連敗したとしちゃった。また新たに連敗スタートしちゃった。新たな物語の始まりですか。新章スタートしちゃったよ。ねえ、この前やっと断ち切った。ああ、源田のヘッドスライディング、今井の涙。次の日、クリちゃんのね、エンジンからスタート、やればできると、ねえ、鼓舞しましたよ。で、5対0で解消。お、打線もいいじゃない。自信ついたんじゃないの？積極性も出てきたわ。クリちゃんがね、また引き続き、試合前のエンジンをやりますわ。しかし、クリアレンの前で、0.5対0。昨日といい、今日といい。何なんだ？早い。効果が切れるの早い。ゲンちゃんのヘッドスライディングのバフの効果が切れるのが早すぎる。こういうのってさ、ある程度3連勝、4連勝するんじゃないの？早ー。勝ち終わるの早い。連勝できねえで、もう、勘弁してくれ。何？振り返るの？こんな試合。いいだろ、こんなもん。え？見せ物じゃねえんだよ、バカだれ。はい、3回表、ベイスターズ1、4回裏、ライオンズ、いて1、6回の表、ベイスターズ2、8回表、ベイスターズ2。はい、終わり。ね、これでいいでしょ。うん。終わり。こんなもん。なんだ？勝つかも。今日、ベイスターズのね、先発が、浜口春弘、そしてライオンズの先発青山みなと。まあぶっちゃけ僕は厳しいんじゃないかなと。ライオンズ厳しいんじゃないかなと思いましたよ。青山ですからね、先発ね。今年から先発に転向し、久しぶりの先発でさ。しかし今日はどうでしょう。先発としてはわりかし仕事はちゃんとできてたんじゃないんでしょうか。この6回の余計な。6回表、ベイスターズの攻撃、青山みなと、自己最長イニングなんですね、この6回っていうのが。先頭バッター渡来龍樹、目下売り出し中ルーキーですよ。この前一軍に上がり4試合で10何打数、まあいいかこんなの。まあ絶好調なんですわ。センター前にうまくヒット落ちましたね。その後タイラー・オースティン、あわやホームランかというフェンス直撃のツーベースヒットを放ち、ノーアウト二塁三塁。めちゃくちゃ嫌な予感。しかし、4番牧秀悟をね、空振り三振に抑えると、5番都合セカンドゴロ、ね、セカンドゴロと思いきや、まさかのタッキー滝沢がお手玉。これで三塁ランナーの渡来龍樹がホームイン。なおランナーワンアウト一三塁、ゲッツー体制。佐野が打った、ピッチャーゴロ。これをなんと青山がゲッツーかな、なんか取ろうとして慌てちゃったのかな。これもお手玉しちゃって、このバカチンが。もうさらにそのお手玉した球を悪送球。なんですかこのスポーツ。なんですかこのスポーツは。二人揃ってセカンドとピッチャーで仲良くお手玉しやがんの。本当に埼玉お手玉同好会爆誕。野球が見たいんだこっちは、野球だね。この青山のエラーで、もう一点追加、3対1となりましたよ。お手玉同好会で2点天井ですよ、もうこれは。さらに8回もね、ベイスターズ、もう打ちますね、このマシンガン打線ですね。猛威を振るいました。しかし全然違うよな。みんな打つもん。だってこの前仕事場のね、お世話になってる方が、いや筒子調子悪いよとか言ってたけど、いやいや、2割4分8厘打ってるんですよ。2割4分8厘。ライオンズからすれば高打率です。さらにホームランも6本ですよ。もう6本打ってんの？まだって5月かそこらで来たばっかりでしょ。早っ、もう6本。もう今日のライオンズのスタメンはね、もう見てほんと愕然としましたね。おかわりくんがね、ホームラン7本打ってるんですけど、
他の選手みんなゼロ本っていう、ね、恐ろしい打線ですわ。これはこれで恐怖です。まあでも今日はまあポジ要素もありましたよね。まあ奥村がようやくね、背番号もようやく75になって、今日ようやくヒットが出た、プロ初ヒットが出たというね。あと一回ね、盗塁も決めてますしね、これは良かったですね。まあしかし奥村選手ちょっと外野守備どうしたっていうねシーンがなんか2回ぐらいありましたね。そして今日2番センターに入った鈴木翔平、今日3打数3安打1つのフォアボール、これもお見事、一つの盗塁、お見事でしたね。一人気を吐いてました。明日一番来るんじゃないかな？うん。ただこの鈴木翔平も、いつまでこれをね、長続きした、してほしい、この活躍。マジで。鈴木翔平なぁ、もう何年もね、ポスト秋山翔吾と言われ続けてきた男。何度目の、何年目の正直なんだろうという。頑張ってほしいよな、鈴木翔平にも。さあ、ね。まあ今日負けはしましたが、明日から、ね。また気持ちを切り替えていきましょう。といったところで今日の動画はこの辺で締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。X とインスタのフォローもよろしくお願いいたします。明日も14時から生配信させていただきます。ではでは、生配信でお会いしましょう。さよなら、ライオン。